はい、たくさんね。バカ野郎。よーし。今日ね、これ事務所着いたらなんか事務所のカウンターに置いてあってから、あ、これもらっていいんですかつって、そう、もらってきました。はい、おはようございます。はぁ、出てきましたよ。今ね、朝一ちょっと土場の方へこの間の積み置きの廃材を下ろしてきて、まあ結構ね、仕分けするものがあったんですけど、ペール缶とかね、ペール缶の潰したやつね、あれ綺麗にね、潰せますね、ほんとね、うん、ペシャンコに全部同じように折りたたんでね、そう、潰すというかもう折りたたむみたいな感じで、まあペール缶の薄い分がね結構あって、そうそう、まああとはハイプラ関係があって今仕分けしてきましたが、うん、なんとかなんとかというか、まあ違和感なくできました。首よりなんかもう腰の方がなまっとってからね、そう、あ、腰がなんかだるいなみたいな感じでしたけども、はい、首はもう全然ね、はい、だいぶ動くようになって、うん、昨日よりもさらにこう動くようになってますが、まあ油断せずにね、あんまりこうグッと動かさずにやっていきたいと思いますが、はい、もうね、事務所着いたらもうね、歯医者係のお姉さんが、そうそう、今日当分はね、四五日はちょっともう廃車も考えてから、事務所関係のまあ入れ替えとか、そう、あんまりこう体を動かさないようなとこをねやっていこうねって、まあ言ってくれたんですけども、うん、まああまりね、そう配慮されるのもねありがたいですけども、いや、ありがたいですよ、めちゃくちゃ、はい、ただまあ出てきた以上はね、もう普通にそんな気使わんでくださいということでね、やりますせということで、うん、手積みもやりますよということでね、一応言ったんですけど、まあ多分配慮してくれるんだと思います。はい、でドバに上がったらね、重機のオペさんがね、うん、どんな首つってからね、大丈夫つって、そうそう、いろいろまあ症状とか聞いてくれて、もう若い頃から酷使しすぎとるんじゃろうってね、言うていただきました。はい、うん、僕が入った16、7年前にはもうその方折っちゃったんで、そうそう、でずっとね同じように仕事してるんで、そう、まあね、本当でも思えばそうよね。うん、若い、まあまあいろいろね、もっともっと大変な仕事もあるし、ね、あれですけど、まあこの参拝も結構体ね酷使する仕事なんで、こう、まあ、やっぱ絡むこういう姿勢が多いんでね、どうしても首腰にはね負担かかってきますが、うん、まあ結構まあ気づけばやってきたんかなと思いましたが、はい、まあ、これからはちょっと体をいたわりながらね、やらねえけんかなと思いますね。うん、まあなかなか正確なんで、自分をセーブするということができないので。あれなんですけど、でも周りに迷惑かけないためにもね、やらんといけんなと、はい、思ってます。まあ月曜日の朝から雨でね、今週広島ずっと天気悪いみたいなんですけど、まあおかげさんで、あんま寒くはないですけどね、寒くはないけどね、こうやってやっぱ朝渋滞するし、月曜日の週始めの朝の雨ってもう一番最悪ですよね。もう道路交通状況的にはそう一番最悪。今もね、これ左側バスレーンなんですけど、結構乗用車とかね、トラックも走っていって、でその間をね、日になってからね、ほんま単車がね走っていくわけですよ、間を。さっきも乗用車のミラーとバイクがもうこれぐらいのとこを、ほんとスレスレのとこをね、当たったんじゃないんかようなね、それぐらいの距離で感覚でねすり抜けていってましたけどもね。まあ確かに乗用車、車が行けないんですけどね、そうバスレーン走っちゃね行けないんですけども、まあそれでね、バイクの方もイラッとして突っ込んでって、自らね怪我するようなことになっちゃいけんのんでね、そう
車が行けないです、あれはね。しょうがないんですよ、もう混むんじゃけさ、もう決まりは決まりで守ってね、バスレーン走らずにみんなこうやってね、渋滞するけど我慢してね、イライラするのを抑えてこうやってちゃんと右車線走るんで、そうそう、で雨で滑りやすいけね、もう見よるこっちがヒヤヒヤするんですよね。バイクの方ね、ほんとね、気をつけてください、滑りこけないように結構、まあ、そこで左折する人もおるんかもしれませんけど、この辺りは、はい、この辺になると結構左車線車が走ってますね、まだまだこの先ずっと何百メーターも左側はバスレーンが続くんで、バスの運転手さんからしてもね、迷惑な話やろうし、そうそう、この視聴者さん、チーコチャンネルのね、視聴者さんでも結構バスの運転手さんもおっちゃってんでね、そういうとこをね、こう乗用車とかバイクがちょろちょろしょったらね、気が散るでしょうし、まあ乗用車がいけん、そう、朝一のこのバスレーンを走るのは乗用車がもう 100% 悪い、はい、ね、曲がる人もね、まあ、まっすぐ行く人もおるし、やっぱり吸い取る系いっちゃれみたいな感じでね、雨だけ今日はおまりさんパッとらんじゃろうみたいな感じで行くんでしょうけど、はい、朝一はね、そうそう、今二保の方へコンテナ入れ替えに向かってます。結構広いとこなんで、敷地内広いとこなんで、まあ、あまり体に負担がかからない現場です。梅雨というよりは秋の雨の日みたいな感じですね。そうそう、なんか物悲しい朝ですね、だいぶ時間かかるな、これはまだ。進めば信号に引っかかるそして脇の車が入ってくる、ね、また渋滞が、車の列が増えるというね、もうそれの繰り返しですね。ああ、しもうた、コーヒーがないな、まだコーヒー買ってないな。そう、こういう信号待ちの時とかでもこうね、筋を伸ばしたりしとくだけでも全然違います。結構一日運転しよったらトータルでね、この信号待ちの時間っていうの結構あるんで、こう肩甲骨周りとか肩周り、ね、ほぐしとくだけでもだいぶ首とか頭が軽くなります、じゃあそれ早いからやっとけやっつってね、そういう話なんですけども意図なる前にやっとけやっつってね、これ3速以上上げる必要ないですもんね、ずっとこうノロノロなんで。そう、ちょっと進んじゃすぐ止まるんで、4速まで上げることはないです。もう3速でずっとゆっくり走っております。エンジンの回転数はね、1000回転、よいしょ、まあ、こういう時ポケーっと運転しようってね、前の車が止まってるのにそこへドカンとお釜掘らないようにね、やめてってね、ならないように、そう、お釜掘らないようにね、多いね。今54号線、やっと54号線出てきましたけども、4車線とももうびっちりですね。いや、やっぱ雨の日はすごいな。本当怖い。スタートするときもこうしっかり左右見てね、いつも以上に左右見てスタートしないともうバイクがどこから出てくるか分からないので、ね、ああ、
そろそろこれまたガラコのねスプレーをしないといけないですね。だいぶというかもう雨の弾きが悪くなっております。こういう雨が続く日にね、やっぱりやっとけばいいですよね、ガラコも。いやー、ほんとノロノロだね、今日は。車間距離ってね、こうね、しっかり取りましょうって言われますけど、こう自分がね、こう追突するのを防ぐためもありますけど、やっぱり後ろから追突された時にね、二次災害とか三次災害被害をなくすためにね、そう、やっぱり車間はしっかり取っておかないと。後ろからたとえ追突されても、自分がね、今度また前の車に突っ込んだりしないように、そうすることで、まあ、被害が最小限に抑えられるというか、そういうこともあるんでね、しっかり車間距離はね、空けていきましょう。わあ、スラムラインが見えるかな、見えないね。まあ広島住んでりゃね、アストラムナインなんてもう珍しくもなんともないんで、そうそう、他県の人からしたらまあまあもの珍しいかもしれませんね。うん、この高架の上何が走っとるみたいな、こんな街中をね、幹線道路の上を、そうそう、電車が走ってます。電車じゃないけど、なんて言えばいいんだろう、アストラムナインってね、そう、モーターで動くんですよね。そう、そういったものがね、形は電車なんですけども、そうそう、そういったものが走っております。ずっとこう広島の街中からね、安佐南区をずっと走っていって、元のビッグアーチ広域公園のあたりまでね、走っていきます。いやー、おい、ほんと多いよこれ。びっくりした、雨の音が、高架を滴ってくる雨が、雨粒が、びっくりした。おー、いいね、カープのポンチョ着てね、お父さん走ってますけど、チャリンコで。なるほど、カープのポンチョはこういう時にも使えるわけですよ。さすが広島市民。すごいね、いいね。はい、今ね、12時20分ぐらいです。よいしょ、午前中が終わって、はい、今ね、ちょっと後ろ廃材積んどんですけど、はい、八千代の方へ運搬しております。今から昼飯なんですけどね、はい、今日一発目のコーヒー、いやー、ありがたい。やっとありつけた。ローソンなんでね、ちょっと122円だったんですけど、感無量。やっぱ働けるってね、本当感無量ですね。仕事ができるっていうのは本当ありがたい。今のところ首もなんともないし、うん、結構仕分けも普通にやって、はい、全然問題なくやれております。はい、まあ、昼からも結構雨ずっと降り続くみたいなんでね、うん、まあ、痛み止め今日ロキソニンまだね持ってきとるんで、そうそう、まあ偏頭痛にも、偏頭痛予防にもいいかなと思って、ね、はい、ロキソニンとね、胃薬今日も持ってきてますんで、かなりこれ減りましたけどもね、
飲んで、もうちょっとまあ処方されとる分は飲もうと思いますけどもね。まず若干こう違和感があるんで、そう、もう違和感程度になりましたよ。痛みというか違和感、はい、まあそんな感じなんで、はい、たくさんねバカ野郎、たくさんご迷惑をおかけしましたが、はい、これからもまた、運転動画、走行動画撮っていきますんで、よろしくお頼み申し上げます。はい、じゃあ本日はこの辺りで終わります。今からね、ご飯食べるんで、はい、じゃあそちらの方もよろしくお願いします。さよなら。